こんにちは、アートコです。突然ですが、皆様は以前作成した不死身のゾンビ基地という動画はすでにご覧になりましたでしょうか？低レベル兵士を量産して焼かれても焼かれても永遠に復活し続けるという開拓でした。まだ見たことがないという視聴者の方は特に見に行く必要はありません。して、低レベル兵士を大量に所有されている方って大体強い方に連突して兵士のレベルダウンを狙って大量のレベル9兵士を作っている方が多いと思うんですが、間違って合成してしまってせっかくの低レベル兵士がおじゃんなんて事故も結構あるあるなわけです。ということは初めから造兵レベルを上げなければいいのでは？作成方法です。基本はバトハン狙いです。便乗するか自発したバトハンに乗ってくる人に倒してもらいましょう。超他力本願戦法です。最近はレーダー任務でも必要なアイテムが手に入るようになったのでちょっと楽かもしれません。このままでは基地内の開拓ができないのですが、英雄やパーツを強化したり島を開拓した時に出てくる捕虜の兵士とか、あとは毎日元首から配られる兵士、あれは司令官レベルと同じレベルの兵士がもらえるので、あれを使っていくことでクリアを狙っていきます。なお火曜日の最強司令官任務造兵は元首戦車がないとクリアできません。しっかり貯めておきましょう。してててて、完成したのがこちら、司令官レベル80亀のこだわりです。科学レベルを見てみましょう。各兵士の基地建造はレベル1のまま、基地合成レベルは5まで、各ユニットレベルは9までとしています。各アリアシリーズが作成できます。これは嬉しい。そして突筆すべきは造兵速度です。どうですかこの速さ。リトリやラインハルトさんも真っ青です。基地の中は主に捕虜の兵士でごった返してます。戦闘面では序盤の捕虜兵士はもう必要ないんですが、最終するのに十分な兵力がないので中途半端なレベルの戦車が結構生きてきます。これが大事です。おかげで基地内がだいぶカオスなことになっております。戦闘面です。自前の兵士で NPC を殴ると普通に負けます。以前目の前で NPC に敗北してたんだけどとか連チャで声かけられました。悲しいです。なおもうすぐ有給が始まりますが、兵士寄付とかはこれ残念ながらできません。まあせっかく作ったので原種戦車を生贄にしてですね、古代兵器いっぱい作って古代兵器撃破任務の生贄にでもしようかと思います。あ、ということでこれから古代兵器作成のために戦車レベルくらい上げてみようかなと思います。運よく基地焼きされなかったら、まあ戦車戦艦飛行機のコレクションでも作って公開してみようかなと思ってます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。